こんにちは、レイセンです。今日は8月3日火曜日になります。実験生活1206日目、不老不死週2絶食15日目と代替果物とドリンクで生活実験22日目です。天気は雨、現在時刻は午前10時15分です。これなんか台風の影響かな、風強くって、で雨が割とすごい降ってますね。すごい、まあ、降ったり弱くなったりしてますね。まあ、土砂降りまでいかないけど、まあ結構降ってるってとこです。で、今日は日絶食法の2日目なんで、ブルーベリー1袋ですね。350g と、あとトヤミックスを3杯ですね。3杯でやる予定です。翌朝はできたらなしですね。翌朝ジョギング行く時の、ね、一杯はできたらなしにして、で行く予定、ちょっとどうなるか分かんない、朝の状態見て決めようかなと思ってます。まあ、寝るまではとりあえず3杯でやっていきます。したら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。じゃあためらく雪豆乳を300、グリーンスムージーは200、あとターメリックね、もう 2g、ブラックペッパーを 1g、 で、あと水、ながらの名水を300、今日はこれプラスこれですね、ブルーベリー、これも一袋取っていきます。あと大根の酢漬けですね、これも少しだけ取っていきます。したら、まあ、ちょっとゆっくりして、それから編集作業に入っていくんで。次入れていきます。雪豆乳を300、ちょっと今日ブルーベリー一袋じゃやれんかもな。ストレスが半端なくって、結局あの iPad がね治んなくってさ、リカバリーやってもダメで、でアップデートもダメで、で完全なリセットだね。初期化、もう初期状態だね。お買い上げの状態に戻してもダメだった。一番最初のあの言語選択のところで、画面がね、タッチしても反応しないんだわ。あのもうタッチパネルが完全にアウトっていうか死んじゃってる状態でさ。あれだもんで、もうどうにもならんって感じだね。完全に壊れたっていうところですね。ただまあスマホはあるもんで性能悪いけど、だから全然何も情報が手に入らないってわけじゃないんだよね。風入りすぎかな。で、まず、どうしても欲しい情報とかは、まあ、スマホでね手に入れられるんだけど、すごい動きが悪いんだわスマホの方は。
性能悪すぎてね、あれだもんで、あんま使いたくないんだよね、うん、めちゃめちゃ安いスマホなんでね、うん、で、まあ、宿泊してて結局ダメだったもんで、ストレスがすごい、うん、あるんだわ、うん、で、まあ、ちょっとブルーベリーもう一袋だね、もう一袋をまあ食べようかなと思ってます、今日はね。まあそういう日があってもいいでしょう、うん、こういうストレスのある日はね、無理しないようにしようと思うんで、さすがにちょっと買い出し行くのはまずいかなって、うん、2日間連続食べるのはまずいかな、もう今日は正直食べる日にしちゃってもいいかなって思ってるんだけど、食べる日でも何でも OK みたいな、21絶食法の1日目だね、1日目にしちゃってもいいかなって、1日目と同じっていうか、うん、でまあ、厚揚げとかさ、甘いもんとかさ、買ってきてもいい日にしちゃおうかなと思ったぐらいですね。うん、もうどうしても欲しかったら買いかもしれん。今日はちょっととにかくストレス半端ないんでね。うん、いつものようにはできないと思う、うん。そんな感じです。したら、まあ、動画の編集ですね。やっていきます。次3杯目入れていきます。液豆乳を300、うん、グリーンスムージーを200、うん、でターメリックを 2g、 でブラックペッパーを 1g、 あと水、あ、水はない、だから飲め水を300、あ、ギリかな、ギリギリだな、うん、そしたら取ってきます。おはようございます。今6時半ですね。で、顔見たんだけどね、今日はひどかったね目の下のハムジラインとほうれい線だね、特に右側すっごいくっきりしててさ、うわやばいって感じだったね。で、昨日の動画も編集だね、昨日の編集動画見てたら昨日も顔悪かったね、朝寝起きの顔が、なんだろうなこれ、うーん、今日ブルーベリーあんま解凍させずに冷凍状態で食べてたんで、それかな、うーん、あるいはまあ割と余裕があったんでね、1日3杯っていうのが、うーん、まあとりあえず朝はなしで、うん、いつものね、いつもの1杯朝取るやつがなしてで、今からもうすぐ、ちょっと走っていきます。うん。どんな感じか。で、翌日だね。明日分になるけど、明日は絶食の日なんで、1リットルですね。1リットルで寝るまで。なんで、2杯だね。2杯でやるって形。
翌日の朝は取るけどね、うん、でもまあ最終的には 1.5 杯だけど、顔の確認するまでの間で2杯だね、実質2杯、うん、まあそんな感じで今日は朝なしですね。で走っていきます。今は9時ですね。そしたら計測入っていきます。めっちゃ体重減ったな。うん、ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、ベトつくんであんま正確じゃないかもしれんけど、うん、71ですね。血圧110-67です。今日の結果報告です。今日は天気雨のち晴れですね。まあ昼からは晴れていました。睡眠時間6時間半ほどとってます。午後11時半から翌日午前6時までの6時間半です。まあ大体合ってると思うけど、また編集の時に確認します。ジョギングは朝5キロ、ウエイトトレーニングはなしです。懸垂はいつも通りやっています。ジョギング行く前に普通の懸垂11回、帰ってきてから裏懸垂11回ですね。合わせて22回です。日中の室内温度午前10時頃計測で30度、湿度は 72% でした。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、今日はゼロです。ヨーグルトは取ってないですね。で有機豆乳は900、グリーンスムージーは600、水はながらの名水で550ミリです。合計が2050ミリリットル、水550のため実質は1500ミリになります。まあ 1.5 リッター絶食ってところです。ただ今日は翌朝だね、起きてからジョギング行くときに一杯ね、うん、いつもは作ってるんだけど今日はなしですね、うん、ここでかいですね。でこれプラス固形物、今日はブルーベリー 350g、 あこれだけです。で漢方が大根の黒酢漬け少し、香辛料がターメリック 6g、 ブラックペッパー 3g です。尿回数11回出てて、濃さ少し薄め、完全無色、量は平均的な量でした。大便が今日1回出てます。午後3時35分頃、色黒褐色、チューブとバナナ状で35センチくらい、プラスソフトクリーム状で150ミリくらいですね。平均的な硬さで匂いは少しありってところです。まあね、35センチ大体だけどね、あとで、まあ、便器の底見たんだけどね、こうニュルってね、なんかすごく固まってるっていうか、分かりにくかったなんか、うん、いつも目視でね、目視で測るんだけど測りにくかったんで、まあ大体ってとこですね、うん。で色は黒褐色、まあ普通に黒褐色だね、褐色と黒色の混ざった感じだったってところです。まあ最後のソフトクリーム状のとこだけ、まあ若干なんかカニ味噌色っぽい、黒カニ味噌っぽいって感じだっていうか、だったけど、まあチューブとバナナ状35センチが黒褐色だったんで、まあ黒褐色ってところでいいでしょう。おならはほとんどなしで、匂いはなしってところです。まあほとんどなしっていうか、1回朝にあったかなってぐらいですね。まあ、今日はおなら自体ほとんどなかったんで、うん、まあ、今後1回しか出てない時はほとんどなしっていうぐらいで、まあいいかな、そういう書き方でいいかなと思ってます。で 2,3 回出たらたまにありですね。でもう4回以上だと時々ありみたいなでまあ9回10回とかね、それぐらい出たい日は少し多いみたいな、そういうニュアンスの書き方をしようかなと思っています。今日の計測時刻は午前9時頃です。昨日と同じ時間に測っています。体重 61.85kg。昨日に比べて 2.05kg のマイナスです。なんで2キロ減ったんで、今日1日で。いつもこの21絶食法の2日目の日だね。
ブルーベリーとドリンクでやる日はだいたい1キロぐらいではね、1キロか1キロ、あ、1キロから 1.5 キロぐらいかな。うん、1キロで済む時ってあんまなかったっけ。うん、1から 1.5 キロぐらいなんだけど、今日は2キロだね。2キロちょいだね。2.05 キロ。まあ2キロだな。2キロ減ったんだよ。まあ一つは、あれだね。朝の一杯だね。うん、あ、まあ、トヤミックス一杯ですね。か、ヨーグルト一杯なんだけど、あれを入れずにジョギング行ってるもんで、まああれで少なくとも500減ってると思ったら 1.5 キロだな。うん、って考えるとまあそんなもんかなって気がしないでもないですけどね。で BMI19.5 でマイナス 0.7、 体脂肪率は 12.6% で 1.1% の減少です。なんで体重2キロズドーンとして体脂肪率も 1% ドーンとしてるんだよ。体脂肪率 1% って言ったら結構でかいよね。今日すっごい落ちてんだわ。で BMI19.5 までいっちゃったでね。うん、これいつも絶食の日のラストだよね。絶食の日 の、 あの数字っていうか、うん、だ明日になったらまあ 19.2 ぐらいいっちゃうんじゃないかなこれ、うん、で血圧110の67、最高血圧-6、最低血圧-5なんで、まあ、血圧もまあちょっと落ちてるけどいつもよりも高いよね、うん、いつもっていうか前回よりはちょっと高めかなって感じです。あんまり落ちてないっていうか、まあまあこれでもこんだけ落ちてたらいい方ですかね。脈拍76でプラス10、ウエスト71センチでマイナス1センチの減少です。まあ2キロ減ってるんでね、うん、ウエスト1センチは妥当っていうか、まあもうちょっと減っててもおかしくないぐらいですね。で今日の気づき、まず今日は朝の顔だね。まあ途中でも話したけど朝の顔がひどかった。でまあ考えられるのは2つですね。まあ1つはブルーベリー、あれがまあ冷凍状態 でしかもまあ短時間にね結構たくさん食べちゃってたんで、まあ、それがたたったんじゃないかなっていうのが1つですね。でもう1つが、今日はね1日3杯でやってるんだけど、そんなにねいらなかったっていうか、そこまでしんどくなかったっていうのかな、うん、翌朝はなしでちょっと実験したかったもんで、翌朝のジョギングのタイミングねではなしにしたかったもんで、だから残さないようにね、残さないようにもう寝る前に全部飲んじゃおうっていうことで飲んでるから、少しねまあ余分っていうか余裕のある状態で飲んでるんだよね、うん、それがまあ影響した可能性もあるかなって思っています。まあ低いと思うけどな、そんなに影響はないと思うけどな。で あとストレスだな、ストレス、まあ、ここが一番でかいかもしれんね、ストレス、うん、あの iPad だね、 iPad mini 4っていうの使ってんだけど、あれの調子が急に悪くなって、うん、まあ話したけど、なんかちょっと動きが悪くなって、タッチパネルのね反応が悪くなったなと思ってたら、もう完全に反応しなくなって、でねでリカバリーとか、うん、リセットとかいろいろやったんだけど結局ダメで反応しなくって、でまあ押し入れにちょっと入れたんで、入れっぱなしにしといたんだよね少しね、うん、ほっといたんだ、もうダメだと思ってもう使わない予定でいたんだけど、で編集作業してる時になんかふとね、ふとね、ちょっと打ってたタイピングでね、打ってたのを打ち間違えたら、アホって出てきたんだよね、アホって、アホって出てきたんだよ。なんかね、気になってね、このアホってなんか意味ありそうだなと思ってさ、あれもしかしてタブレット、あれまだ生きてんのかなと思って、ちょっと試しにね、試しにもう一回ちょっとつけてみたんだよ。そしたらね反応したんだわ、不思議なもんでね、反応して、でかろうじて生き返った、うん、まあ、完全にリセットされちゃってたんだけど、うん、リカバリーできたね、うん、7月20日ぐらいの時のバックアップに戻せたもんで、なのでまあそう支障ない状態に戻ったんだわ、うん、
まあ入れ直しとかしたけどね、あの学校チャイムとかも全部もうリセットされちゃってたから、うん、1から入れ直したけどさ、うん、あもう時間割とかはね、うん、なんだけどそこまで支障なかったんだよね。でもすんなりなんかあの復旧できたっていうか、なんだけど、うん、やっぱね反応が悪いんだよ。こうやってあのスライドさせるじゃん、画面をタッチパネルを何回やってもね、なかなかうまくスライドしないんだよね。全然動かないみたいな。で時々ふっと動くんだよ。動くんだけどなんか5センチぐらい動いてんでよしみたいな、すぐ止まっちゃうみたいな。なのでスライドさせてスライドさせてってやってもなんかなかなか動きはへんもんで、イライラしてくるストレス溜まるっていうね。まあ普通の食事食べてる時だったらすごいストレスかかってたと思うけど、今は割と平気なんだよね。そこまでなんかストレスは出てこないんだけどさ、まあそれでも嫌だよねっていうね。うん、なんかイライラみたいな感じまでいかないけど、なんだこれみたいな感じだね。だけどまあね、ちょっと壊れちゃうっていうのがあったもんで、端末がそこのストレスだよねが結構かかってて、それが顔に来てんじゃないかなっていうね、老化具合って。朝顔が悪かったのはそのストレスと、あと冷凍させた状態のブルーベリーを食べたことですね。この2つがでかいかなっていうところです。まあ、冷凍のブルーベリーは多分ね、多分体には負担になってると思うんだよね。まあ、そこまででも影響するかなって気もするんだけどさ、だお腹だね、胃と腸を冷やしたらまあ悪いだろうっていうのは容易にね想像がつくもんで、影響はあるだろうと思うんだけど、でもそこまでかなって。やっぱりストレスだね。ストレスってさ、あの見てたらわかるけど、すっごいストレスかかって一日でさ髪の毛真っ白になって一気にさ老化する人っているじゃん。一気に老化する人、うん、なのでストレスってものすごい老化させるんだよね、あれ。いや毒の成分が体にうわっと出て一気に老化するんだよ。だからストレスはねやばいってのは間違いないんだよね、うん、それが体を老化させるのは間違いないんだよ。だからストレスがまあ8割9割ぐらいじゃないかな、うん、あとちょっとね、ちょっとブルーベリーの影響、まあでもブルーベリー3割ぐらいかな、7割ストレス、3割ブルーベリー、冷凍させたブルーベリーですね。解凍が不十分なブルーベリーですね。まあシャーベット状態だったもんで美味しかったけどね、美味しかったけど結構割とたくさん一気に食べちゃってたから短い時間で、今日はでもブルーベリー何時頃食べ終えたかな、でも午前中に結構もう8割ぐらい食べちゃってた気がする、うん、食べ過ぎなぐらい食べちゃってたから、まあそれが悪かったんじゃないかなっていうのもありますね。あ、ストレスが一番でかいと思うけど、ついでまあ冷凍ブルーベリーですね、うん、やっぱりちゃんと解凍させなきゃダメだなってところです。まだちょっと検証の余地があるんでね、うん、今後もブルーベリーは解凍させた状態とさせてない状態で食べてみて、それでその顔のね違い具合を確認しようと思ってます。とりあえずまあ iPad の方は一応復旧復活はしたけど調子が悪い。なんかね CPU がちゃんと動いてない感じだね。なんか処理ができてないっていうのか、処理速度が極端に遅くなってる。処理ができてない。なんか、ウイルスとかさ、あるいは遠隔操作とかさ、何か入ってる可能性があるなと思った。それで極端に遅くなってるって。処理の大半を別のところに持ってかれちゃってて、それでうまく動いてないっていうね、そんな感じに見える。なのでまあそのうちねどっかで復旧する可能性もあるけどさ、まあサイバーテロみたいなそういうのの影響を受けた可能性がありますね、あれ。なんか傾向を見てるとね、
あるいはもう単純に寿命で CPU がやられちゃったっていうね、可能性もあるけど。まあどちらにしても、ちょっと使い勝手が極端に悪くなったんで、使っててもストレスしかないっていうか、画面が動いてくれないみたいな。そんなんだもんでね。まあ、いいけどね、うん。最近変なニュースばっかだったんで、ね、ちょっと気もめいってたし。あと目も疲れてきてたから。まあなしにしてひたすら瞑想する、そっちの方がババジに近づけるかなとも思ったし、まあ逆に良かったかもしれないってとこです。うん、もうゲームもやってないしね、随分。うん、あれであの状態でゲームはできんなもうタッチパネルが死んでるからね。うん、まあそんなところです。とにかく顔がちょっと朝悪かった。いつも2日目はまあまあいいんだけどね、今日はひどかったんだよ。うん、なんか食べた日の初日と同じようなレベルでひどかったからちょっと気になってる、ね、ここはまあ確認したいとこですね。うん、冷凍ブルーベリーがどのぐらい悪影響を及ぼしているのかもうちょっと検証したいと思ってます。で、あの面白 T シャツだね、うん、絶滅危惧種って書かれた面白 T シャツ、あれまあ値段800円ぐらいだったんだけど、うん、生地はまあまあきちんとしててね、良さそうだったんだけど、まあ、実際着てみた感じとしてはね、あんま着心地良くなかったね。うん、汗かいた時のなんか肌のね、肌触りベタつき感っていうのかな、なんか良くないんだよ。あの生地自体の肌触りが悪いっていうのかな、汗かくとね、なんか良くないんだよね。うん、あんまりいい着心地じゃないっていうか。うん、デザイン的にはね、いいんだけど、あ、バッテリーが切れる。うん、充電しといたやつがさ、充電が満充電になってなくって、全然充電できてなくって、で、もうメモリが1しかなかったんだよね。うん、だけど充電器の方はもう充電完了ですよっていうランプがついてるのに充電されてなかったっていうね。なキヤノンね、なんか信用できないんだよね、なんかいまいちっていうか、うん、このカメラも電池もねキヤノンだけどさ、なんかキヤノン調子悪いね。うん、ちょっと電池買いますね。でもね、値段高すぎてね、電池買えないんだわ新品買えないんでね。うん、まあそんな感じで、ちょっと面白い T シャツ、あれデザインはいいんだけど、肌触りが悪すぎて、ちょっとあんま買う気にならないなってとこです。うん、まあね、着心地も良かったらね、そしたらあとまあ2、3着、うん、3着白とオレンジ色のね、方で、まあデザインなんかいいもの見つくろって。で、着てもいいなと思ったけど、肌触りが悪いんでね、まあちょっと、買わないかなってとこですね。うん、あんまおすすめはしないですね。まあ汗かかない時だったらありかなって思う。うん、汗かかないぐらいの、まあ、気候になってきたらね、うん、ありかなと思うけど、まあおすすめはしないですね。そんな感じです。明日は絶食の日なんで、なんで一応ね、朝起きるまで1リットルでやる、うん、1リッター絶食で、まあ翌朝はジョギング行く前に1杯飲もうと思うんで、まあ最終的には 1.5 リットルになるんだけど、一応、まあ、計測から寝るまでの間ですねは1リットルでやるんで、うん、でその1リッター絶食をした時の顔の状態ですね、翌朝起きた時に鏡見て顔の状態を確認する。まあ今端末も調子悪いもんで、ストレスしかないもんで、ストレスの影響もあるから、まあきちんとしたね実験はできないと思うんだけど、まあとりあえず1リッター絶食をねやってみないとね、前に進めないもんで、魂が1リッター絶食っていうから1リッター絶食の実験が必要なんだよね。で、まあ、1リッター絶食っていうことは、朝起きてから次また朝起きるまでの間ですね。を1リットルで、ね、でやること。まあ、これが条件なわけだ。うん、なんで、前日の朝だね。前日の朝っていうか、まあ、
あ、当日の朝計測前の段階ですね。での一杯はもうなしにして、でその日はもう1リットルでやるっていう形、うん、これをしばらくちょっとねやる必要があるもんで、なんでまあ今朝ね、今朝ドリンクなしにしたんだけどさ、21絶食法の2日目だね、2日目の日の翌朝っていうか、うん、ジョギングのタイミングではもう今後取らないようにするもんで、うん、今日と同じような形ですね、うん、日中まあ3杯は取るけど、ね、翌朝計測前には取らないっていう形で、その状態で1リッター絶食して顔の具合を見るってとこですね。ああ結構大変だけどね1リッター絶食、まあそこが必要かもしれないってとこですね。まあ多分ね、まあ、若返りにしてもそうだし、まあ、魔法にしてもそうだし、まあ、サイキックだな、サイキックで召喚にしてもそうだけど、うん、あとノマズクワーズだね、ノマズクワーズにしてもそうだけど、うん、鍵を握ってるのはね、まあ幽体離脱だね、ここで間違いないと思う。幽体離脱が鍵握ってると思うんだよ、うん、で体を肉体本位じゃなくって霊体本位に変えたら、もう飲まず食わず、ね、食べ物もいらなくなって、で、まあ、サイキックだね、うん、念力とかさ、うん、そういう方もできるようになって、で、消化もできるようになると思うんだよ。で、若返っていくと思うんだよ。うん、霊体は基本的に二十歳ぐらいの姿になるって話だし、で、お腹も空かないって話だから、だから体が肉体本位じゃなくて霊体本位にね、シフトね、チャンネルを変えるっていうか、スイッチを変えるっていう、それができれば、うん、自分が望んでることは全部叶うわけだ、うん、飲まず食わずで体重も減らなくなるし、で顔も二十歳ぐらいまで自然と若返るし、でサイキックだね、水を浮かせるっていうこともできるようになって、消化だね、体を光に変えて向こうの世界に行くっていうこともできるようになるっていう、だやっぱ幽体離脱が絶対必要だなって思ってる、うん、ここは鍵になるだろうっていうところですね。ただまあ絶食の方でね、どこまで若返ることができるのかっていうのを、まあ、進めていくけどね、うん、幽体離脱なしでもね、若返りできるんならそれはそれでいいし、できないんだったらやっぱね絶対必要だってね、幽体離脱が必要だって話になるし、まあ、この辺の見極めをしたいと思っています、うん、なかなかね絶食だけで若返るっていうのは大変なんだよね、うん、あの時すごいいい感じに若返ったけどな、あれを再現しようと思うとね難しいんだよ、うん、難しい、うん、全く同じやり方で前もやったよね、だけどあんなんか結果いまいちだったよね、うん、まあそもそも全く同じやり方ってのがもうできないんだけどさ、うん、ファミリーマートの果物ジュースが手に入んないもんで全く同じってのはできないんだけど、うん、ただ魂は、うん、まあこれ一も使わない方がいいっていうし、果物ジュースも使わない方がいいっていうから、うん、で今の3対2のトヤミックスがいいっていうもんで、まあ今の状態でやっていくのがベストかなって思ってます、うん、でとにかく1リッター絶食ですね。で確かに絶食した日の方が顔はいいんだわ、朝の顔はいいんだわ、うん、で食べた日だね、食べた日、まあ今日は悪かったけど食べた日はやっぱ顔が悪いんだよね、うん、昨日も顔悪かったんだよね、昨日でも鏡見た時はそんな悪くないと思ったんだけど、うん、編集中に動画見てたらね、うわ結構顔悪いなと思ったねあ結構老化してんなって、うん、まあそんなところです。やっぱ食べた日はね老化する、間違いなくね。で絶食の日はやっぱちょっと顔がまだマシっていうか、うん、マシになるっていうか、ここは間違いないんだけど、体重減ってっちゃうもんでね、今日も2キロ減ってるし、うん、難しいとこですね
なので、まあ、一番いいのは絶食してるんだけど体重減らないっていうね、この状態、この状態に持っていかなきゃいかんだけど、どうやって持っていくんだっていう話ですね。じゃないと継続ができないっていう。で、有体離脱に関しては、まあ、今日は特に進展はないですね。やっぱその寝落ちする時の状態ですね。寝る、その睡、まあ、睡魔っていうか眠気っていうか、眠気がやっぱね必要なんだよね。眠気がないとなかなか有体離脱できない。で、まあ、今後ね、今後は眠気がちょっと起きてきたら布団敷いて、ですぐちょっと有体離脱に入るみたいなね、そういうやり方にしてみようかなと思ってます。今はもう朝とにかく動画の編集作業やって終えてから有体離脱の訓練に入るっていうやり方してるんだけど、その頃にはね、もうあんま睡眠、眠気がねもう取れちゃってて眠くならないんだよね。なので、なんか結果が出ないというか成果が出ないというか、眠気が来ないとね、あかんもんで、まあ眠たくなる時も出てきてはいるけどな。有体離脱中、まあ仰向けの状態ですね、仰向けの状態だとなかなか寝られなかったりしたんだけど、今までは、今はね仰向けの状態でも寝れる時がちらほら出てきてるっていうかな、できるようになってきてるんで、まあこのままや進めていってもいいのかもしれないですけどね。一応進歩はある、進歩はある。ただまだね、その寝落ちしちゃうんだよね、寝落ちしちゃう。軽く、まあ、片足ね突っ込んだ状態っていうのかな、片足睡眠に入った状態っていうのかな、そういう状態で止めておくっていうことがまだできないもんで、緩い眠りっていうのかな、緩い眠りっていう、ここをもうちょっとね訓練して緩い眠りの状態を維持させるっていうね、そこで抜けるっていうね、まあそのための訓練をまだしばらくは必要かなと思ってます。もうそこ次第だと思う。体に意識を向けて体がジーンとしてくる感覚、これをある程度上げて、で呼吸に意識をね向けた状態で雑念が出てこないようにして、でそこでもう寝るっていう形ですね。寝るんだけど、あの完全に寝落ちしちゃわない、半分だけね、半分だけ寝るっていうね片足だけね睡眠状態に持っていくっていうね、そこなんだよね、そこ、つまり半クラッチ状態っていうのかな、まあ、車と同じだね、半クラッチ状態を作るっていう。まあその半クラッチの、コツっていうのかなが分かってくれば有体離脱はできるようになると思うんだよ。で、まあできるようになってきて慣れてきたらね、まあ、車運転するのと同じで、毎回もう普通にできるようになってくると思うんだよね。だからその半クラッチだね、半クラッチの睡眠っていうのかなそこ、ここだけだね、ここだけ鍵になるっていう、まあそんな感じです。そしたら実験生活1206日目完了です。それではまた明日。